おかえり、指揮官さん。今日の赤き酒きは、どうワインのことだってば。ニンニク十字架聞かないよ。バンパイアはそういう設定。んー、じゃあ、この設定はまるっとボツにしちゃおっか。 ザイドリッツ。役になりきるには、役をイメージすることが大事だから、そこまで気にしなくてもいいからね。うーん。私はここで頑張っているのに、指揮官さんはどこか上の空。パクッと気づかせてやるんだから。ええー ちょっと待ってよ。このままの方が楽でいいじゃない。人間が幸せを感じるときこそ、その血が一番美味しいと聞いて。眠くないよ、あくびしただけ。 任務めんどそう。どうせ指揮官一人でも平気でしょ任務が終わったよ。あ、なんでこっちを見てるの任務をこなしたのは私ではなく、あなたでしょはい、メール。ついでに取ってきたから。 お礼はいいよ。散々振り回された指揮官さんも、結局はリュッツオのそばに戻って、<laughs> これはヴァンパイア城の呪いって設定なの。委託組の子たちが戻ってきたよ。出迎えに行かなくていいの